岡田と太郎から1926年6月5日は日本の建築家。東京でもある辰野金吾の門下生で茨城県牛久市にあるシャトーカ神谷や長野県軽井沢町の旧三笠ホテルの設計を手掛けた。シャトーカ神谷本館旧三笠ホテル唐津藩家に辰野金吾聖家のすぐ近くで生まれ育つ。1872年唐津藩が設置した 英語学校である大久車資料に入学した。1874年12月に大阪の英学校へ進学。翌1875年3月に造兵寮附属日進学校に入学した。1877年に卒業すると造兵局に入管し、文書課貯蔵係に当該4等の身分で配属された。1879年2月に造兵局を依頼免職し、 間接鉄道の試験に合格、抗議制になる。同年5月、記者係のイギリス人、ヘンリー・ホスターにつき記者ひたき運転技術見習いとなった。1880年、大阪梅田停車場建築家の所属となり、近畿地方の間接鉄道土木工事に携わることになった。1882年、長谷川金助が率いる柳瀬トンネル建設に従事する。 トンネルが竣工すると、鶴が金ヶ崎駅建築家の所属となった。1885年、神戸駅建築家に所属。この年、淀川洪水が起きた際には、被災地に出向いて、線路修繕がかり、ポーナルの指揮に従った。10月2日に、関節鉄道を遺願退職する。上京し、11月14日に、東京大学のコインとなり、 山口藩六の下で科学実験場の新築工事に従事した。1886年2月19日、辰野金吾建築事務所に入所。工学博士、辰野金吾伝によると、科学実験場の建設現場で隣接する工科大学の建設に携わっていた辰野と再会し、俺の方に火星に来ぬかと招かれたという。3月11日には、 文部省会計局科学実験場新築担任権帝国大学高科大学建築係となる。1888年8月、日本銀行本店の建築調査に等する、辰野金吾に同行して、日本を出発。12月に、ロンドン大学づくり科学科に長講生として入学した。土木建築受けを依頼者ウィルヤム・キュービットに、入り工事の研修を受ける。 1889年6月、ロンドン大学づくり科学科を修了し、同年10月帰国した。帰国後の1890年に、日本銀行本店の建築技師となる。1895年に竣工した後は、岡山市共立県志望石工場、小名川川ン布会社、小山駅等の建設に関わる。1898年には、帝国図書館、 帝国大学史か大学学院内科外科教室及び病室の改築に携わる。1899年2月、自身の事務所である岡田公務所を創設する。1900年に文部省総務局建築家付きとして高等市範学校の改築に関わり、1903年に社頭神屋、1905年に軽井沢の三笠ホテルを手掛けている。岡田は、 日露戦争中に満州軍倉庫食卓を務めたことがあり、1906年に日本の租借地であった関東州大連市に拠点を置いた。1908年に立野金を、曽根達造の推薦により建築学会正会員へ入会した。1914年東京市芝区へ拠点を戻し、大正5年に大連へ移している。大連においては、 大連牛乳株式会社取締役、東洋石材株式会社取締役、大連土木建築株式会社社長、関東木材株式会社社長、大連澱粉株式会社取締役、庶民銀行の理事を務めた。1926年6月5日、死去。ありがとうございます。